簡単スクエアブラウス&ワンピースのボートネックの作り方を説明します。前身ごろの縫い代にロックミシンをかけます。肩から襟ぐり肩まで続けてロックミシンをかけていきます。後ろ身ごろも同様に続けてロックミシンをかけていきます。前後の身ごろを中表になるように重ねていきます。襟ぐりを縫い残して肩をミシンで縫いました。縫い代をアイロンで割っていきます。縫ってない襟ぐりのところも出来上がりに合わせてアイロンで折っていきます。縫い代を待ち針で留めたら襟ぐりを四角くミシンで縫っていきます。縫い止まりの端からミシンで縫っていきます。襟ぐりがミシンで縫えました。表側からもステッチがかかっています。前身ごろと後ろ身ごろの脇の縫い代を続けてロックミシンをかけます。身ごろを中表に合わせていきます。袖口開き止まりから裾まで脇が縫えました。反対側の脇も同様に開き止まりから裾までミシンで縫いました。縫い代を割ってアイロンをかけていきます。縫ってない袖口も出来上がりに合わせてアイロンで折っていきます。待ち針を留めたら袖口を一周ミシンで縫っていきます。袖口の開き止まり位置から縫い始めていきます。袖口が一周ミシンで縫えました。表側にもステッチがかかっています。裾を仕上げていきます。先に縫い代に一周ロックミシンをかけて出来上がりに合わせてアイロンで折り目をつけます。脇の縫い目の部分からミシンがけをしていきます。裾が一周ミシンで縫えました。こちらで完成になります。だいたい45分ぐらいで、ね、簡単に仕上げることができました。なので皆さんも、ね、ぜひ作ってみてください。丸襟見返し仕立ての縫い方を説明します。前身ごろと後ろ身ごろを中表になるように合わせて肩をミシンで縫いました。縫い代は1枚ずつロックミシンをかけます。見返しには補強のため裏側に接着芯を貼っています。先ほどと同様に中表に合わせて肩をミシンで縫います。見返しの外回りにロックミシンをかけます。身ごろと見返しを中表になるように合わせたら襟ぐりを一周ミシンで縫います。肩の縫い目からスタートします。襟ぐりが一周ミシンで縫えました。カーブ部分の縫い代には切り込みを入れておきます。裏側に見返しを引き出したら出来上がりに合わせてアイロンをかけていきます。その時に表側から見返しが見えないように少し控えてアイロンをかけていきます。待ち針で留めたら見返しの外側をミシンで縫っていきます。ミシンステッチをしない場合は手まつりで縫い留めます。肩の縫い目からスタートします。襟ぐりに一周ミシンがけができました。丸襟見返し仕立ての完成です。リブ襟の縫い方を説明します。ニット生地の場合は縫い代に接着芯を貼っていきます。前身ごろの肩と前身ごろと後ろ身ごろの袖口と裾に接着芯を貼ります。前後身ごろを中表になるように合わせたら肩をミシンで縫っていきます。
縫い代は1枚ずつロックミシンをかけます。襟ぐりのリブは共布のニット生地やリブ用の生地リブニットで作っていきます。リブの長さは生地の伸び具合に合わせて調節をしてください。リブを中表になるように合わせたら輪になるようにミシンで縫っていきます。ミシンで縫ったら縫い代を割ってアイロンがけをしていきます。リブを外表になるように半分に折って身ごろと合わせていきます。身ごろと襟ぐりのリブを合わせていきます。まず4等分のところで待ち針で留めて、さらにその間を待ち針を留めていきます。リブを縫うときは身ごろの襟ぐりの長さまでリブを伸ばしながら縫っていきます。襟ぐりが一周ミシンで縫えました。縫い代は一緒にロックミシンをかけます。リブ襟の完成です。